山口敏太郎の読書生活。久々にトースポの記事を紹介したいと思います。とんねるず解散というちょっとびっくりの記事が出てますね、これね。内容を読みますとですね、皆さんのおかげですがですね、今年の9月末で終わるという情報をトースポが報道してますね。とんねるずの皆さんのおかげでしたが、9月末にも終了する予定というのがその理由。かねて2人は、レギュラーがなくなったら引退すると話しており、すでに第の人生プランも出来上がっているという。ちょっと我々40代、とんねるずで育った世代としてはちょっとショックですよね。まさに学生時代はとんねるずと一緒にあった。大学時代はね、やっぱりノリダーの真似とかよくしましたよね。いろいろあるんですよ。それで書いてる内容がですね、広瀬騒動についても書いてますね、これね。これ結構面白い話なんですけども。例えばですね、なぜこのタイミングでリストラの憂き目に遭うことになったのか。一番の理由は、富士の政策局幹部だった M 氏が6月の人事異動で子会社に出向してしまったことです。これまでは視聴率が悪くても、ギャラがどんなに高くても、 M 氏がいたら問題にされずに済んだんです。ちなみに皆さんの制作費は1本あたり約3000万と、こう割高です。そんな贅沢番組の視聴率は、ここ数年はシングルが大変で、たまに良くても10%前後うろうろする状態だ。なるほどね。コスパモンスとか言ったらワースト3に入りますっていうことを書いてますね。いやはや、果たしてこの情報は本当なんでしょうか。日付以外本当のことはないと言われているトースポなんですけども、とんねるず世代としてはぜひとんねるずさんにはまだまだ頑張っていただきたい。ちなみに2人の、身の振り方に関しては、のりさんは芸術家、タカさんは、制作会社の立ち上げというふうに書いてますね。でもやたらそのあたりリアリティがありますよね。のりさんアーティストってイメージが強いですし、タカさんはね、石田さんみたいに制作会社のトップとしてやっていくんでしょうかね。いやー、しばしは新たにテレビの制作会社を立ち上げるんだとか、自分が裏方となってヒット番組を生み出すと意気込んでいる様子です。木梨の方はアーティスト一本にするとか、絵や工作物なんかの創作活動に好きなだけ時間を費やすそうです。いやいや、まだまだこの2人には頑張っていただきたいと思ってます。ですが、こういうことがなければいいのにというところがありますね。解散の理由としてはですね、広瀬騒動というところも触れているところはありますよね。広瀬騒動も、無関係ではないかもしれないと話す。広瀬騒動とは、人気若手女優の広瀬すずが、皆さんの中で音声や照明など裏方スタッフを侮辱したとも受け取れる発言をして、ネットで猛批判された一件だ。騒動は広瀬だけでなく、問題シーンをカットせずに放送した富士の番組関係者にも非難の声が上がった。ここら辺が悪影響を及ぼしてるんでしょうか。MC の送別会、この前、ね、とんねるずの番組でやってましたよね。僕は見ていて、ほんで懐かしいシーンがいっぱい出てきて、本当にね、ああ、いい時代だったなって言いながら、かみさんと一緒に見てたんですけども、とんねるさん、まだまだちょっとやってもらいたい。別に今、大御所的な感じで、ちょっとワンスポットで、いろんな番組出てるじゃないですか。僕、あれでいいんですよね。夜タモリだったかな、に、タカさんが出た時に、宮沢りえちゃんが、すごい、わあ、タカさんみたいな感じで行った時はね、本当に嬉しそうで、それを見てる僕らも本当、嬉しかったですね。りえちゃんとタカさんの再会っていうのは、ちょっと胸が熱くなりました。タカさんとノリさんの、まだまだコントを見たいなと思っております。